支給査定導入して立浪得点圏査定。中日立浪和義監督54が11日岡田阪神牛の特別査定を導入する可能性を示唆した。9日に契約更改した大野が訴えた球団改革案を受け、球団に話したいと思いますと得点圏で貢献した選手の査定アップを願い出る考えを示した。大野が指摘したのは自分にはなく阪神にはある支給査定。指揮官は12球団ワーストの306支給に終わった弱点に触れながら、得点圏ですよね、疑似一つにしてもポイントがより多くあればとさらなる課題を挙げた。なんでこんなに話が通じないんや。ワーストじゃない項目の方が珍しいけん。支給狙い意識で変わる、得点圏で打て意識で変わるなら最初からやってる。中日はランナーは出せてるんやから間違ってない。出塁率再開定期、査定低いから打ってなかったんか、来季から本気出すんやな。得点圏で強いノイジー欲しいわけだな。得点圏打率なんか結局は平均に収まるからな。通算で極端にどちらかが高い選手なんていない。カウント取りに来る速球やお気に入った球を通打できるバッターがおらんチームで支給狙いがまず無理なんだよね。